今日は12月15日です。これは仏の座です。仏の座っていうとね、春の七草を思い出すんですけれども、これはねその仏の座ではないんですね。春の七草、セリ、ナズナ、五行を、ハコベラ、仏の座、スズナ、スズシロ、その仏の座っていうのは何かっていうと、オニタビラコっていうキク科の植物なんですね。七草ね、春の七草は正月明けに七草がゆって言って入れて食べる、ね、草ですけれども、これはちょっと食べられないですね。毒はそんなにないらしいんですけれども、ただこのね花がね似てる花があって、紫ケマンっていう花がある植物あるんですけれども、それはね毒があるそうなんで要注意ですね。春の七草がゆに入れるそのオニタビラコっていうのは、タンポポに似た黄色い花で、それがね仏様の台座に漢字が似てるっていうことで、そういう名前呼ばれてたらしいんですけれども、これはね葉っぱですね。葉っぱがそのように、似ているっていうことで、仏様のね台座に似てるっていうことで、そういう名付けられたみたいです。あとねこの別名がね、三害草ってついてるんですけれども、こう葉っぱが 何段階かになってるんですね。こう三害っていうか、一階、これ三階っていうことですかね。そういう別名もあります。これ春から秋にかけて咲くっていうことで、ちょっと冬はあんまり見かけないそうなんですけれども、咲いてたんでちょっとラッキーですね。